日本強すぎ、強豪ドイツ、トルコ撃破に称賛殺到も、松井大輔が語る森保ジャパンの問題、ワールドカップベスト8にはまだまだ。今月、ヨーロッパ遠征を行ったサッカー日本代表は、9日にドイツ代表と対戦し4-1で勝利、12日にはトルコ代表に4-2で勝利を収めた。ヨーロッパの強豪を撃破した森保ジャパンに対して、SNS では、日本強すぎがトレンド入りするなど、称賛が殺到。次回のワールドカップベスト8入りを期待する声が高まる中、元日本代表ミッドフィルダーで、J リーグの YSCC 横浜に所属する松井大輔選手は、2つの試合をどう評価するのか、話を聞いた。ドイツ代表とトルコ代表に2連勝したが、セットプレイは課題。今回はドイツ戦、トルコ戦に2連勝し、8得点、3失点。この結果は、どう捉えていますか？海外の場合、結果が全てで、結果が出ていれば全て良いみたいな感じですけど、日本は結果だけではなく、内容も見る。その観点からすると、今回は危なげない内容で、結果を積み上げているものも素晴らしかった。ただ、勝っているから問題が見えていないこともあるんで、そこは多少心配するところでもあります。課題として挙げられるのは、どういうところでしょうか。例えばセットプレイですね。今はゾーンで守っていますけど、トルコ戦は大外が見えていなかった状態から折り返されて、ボールを追う感じになって失点した。そこはもっと突き詰めていく必要があるかなと。カタールワールドカップでは得点の 30% がセットプレイから生まれています。そこでどんなデザインをして得点を上げていくのか、そこでいかに失点しないように守備をするのか、ワールドカップ前に慌ててやるのではなく、今のうちにやっていた方が後々楽になる気がします。積み上げてきている部分で言うと、どういう点が良かったですか？ドイツ戦は、ビルドアップがなかなか難しかったのですが、そういう時、ロングボールを入れてセカンドボールを回収し、繋いで攻撃することができていました。これは川崎フロンターレがレアンドロ・ダミアン選手にボールを当てて攻撃するパターンなのですが、押し込まれつつもそうして点が取れましたし、カタールワールドカップでも機能していたカウンターでも点が取れた。得点パターンが増えたけど、それは選手の自信も大きいですね。カタールワールドカップで勝ったという自信と、今、各選手が欧州の舞台でドイツの選手と同じ環境でプレーしているので、怖がる感じが全くなかった。日本代表は攻撃の選択肢が広がっている。カタールワールドカップの時の課題は、カウンターが主でポゼッションに難があるということでした。そこは今、かなり手こ入れしている感じでしょうか。今の代表は、ビルドアップをしながら、ボールをしっかりと保持した上で得点を狙おうというのが、一つの大きなテーマになっています。今回はビルドアップで狙いつつ、難しいのであればロングボールを上田、綺世選手に合わせるとか、状況に応じて臨機応変にプレイしていた。ポゼッション動向というよりも、選択肢が広がっているなという印象でした。日本がベスト8に残るには、PK 戦で勝つのが必須。日本って、セットプレイから得点できないから、相手から舐められてるもんな。ワールドカップの本番で、セットプレイから点取ったの忘れた、んかこいつら。まだまだ、強豪チームから対策されたり、するような域には達してないからな。とりあえずがっちり対策されるであろう、アジアカップをどう戦えるかだな。最重要課題は、ボランチ、遠藤森田の替えがつかないこと。この二人だけで、ワールドカップ本番、4試合5試合の連戦は、絶対に不可能。必ず、どちらかが怪我で出れない場面が来る。その時どうするのか。他のボランチはガクンとレベルが下がる。板倉か冨安をボランチに上げるしかない。そうなった場合に、強力な CB がどうしてももう一人必要。